今回の動画はルセラフィムのアンフォーギブンのチッケムが出ておりますので、チッケムの再生回数をランキング形式でお届けしたいと思います。ビオナの皆さん、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。皆さん、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。はい、お休みの、ね、方もたくさんいらっしゃったんじゃないかなと思うんですが、楽しめましたでしょうか。はい、私もゴールデンウィーク2日ぐらい、ね、お休みいただいたんですけれども、まあ、ゴールデンウィークよりもですね、私の方は来週のケイコンジャパンの方が楽しみですね。ルセラちゃんたちも来日しますよね。もう K-POP 好きからするとね、ケイコンジャパンはもうめちゃくちゃ楽しみなイベントなんですけれども、私はなんとですね、ルセラちゃんたちが出る日は外れてしまいまして、ダメでしたね。はい、で14日の方に当選いたしまして、そちらの方には参戦するんですけれども、ルセラちゃんたち生で見れずということで、生で見たのはママの時ですね。まあママの時はドームだったので、大きい会場だったんでね、なかなか近くでは見れなかったんですけれども、いいですね、生で今回見れる方たち、羨ましいです。ただね、幕張じゃないですか。幕張真っ平問題がございますので、ちょっとね、座席がどうかなっていうのを心配してます。はい、本当に真っ平じゃないですか。今度はステージセンターなのかな。なんかケイコンって割とステージのね、配置の仕方が凝ってますよね。はい、前回のケイコンジャパンの時もセンターステージでしたよね。まあ、今回もそうなのかな。はい、ケイコンがとにかくね、楽しみというところではあるんですけれども、ルセラちゃんたちの売り上げが、まあ、すんごいことになってますね。はい、なんと初日でミリオン達成したということで、初動はもうどうなるんでしょうか。もうすごい枚数になるんじゃないかなと期待しておりますが、今回はですね、お茶会 TV が大好きなチッケもですね、もうランキング形式でお届けしたいと思います。もうランキングと言いますけれども、毎回言いますが、ただただルセラちゃんたちのチッケムについて語りたいだけと思っていただけたら幸いです。はい、一応ランクにしますけれどもね、はい、回数数えますが、もう語りたいだけでございます。今回はですね、4コンテンツ集計してみました。はい、なのでぜひぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。まずはですね、カムバックショーですね。はい、Mネットの方で放送されたカムバックショーのアンフォーギブンのチッケムの再生回数ランキングがこちらになっております。1位さくらちゃん、2位うんちちゃん、3位チェオンちゃん、4位カズハちゃん、5位ユンジンちゃんということでございます。はい、もうね、見てください、皆さん、再生回数、さくらちゃんの驚異の74万回ということで、もうすごくないですか。数日前のね、動画なんですけれども、すごいですね。もうさくらちゃんのね、チッケムの再生回数がすごいっていうのはもう皆さんご存知のこととは思うんですが、やっぱりすごいですね。はい、ね、ルセラちゃんたちってもう他のグループさんと比べてもチッケムのね、再生回数がすごいんですよ。グループ全体として回数がもうすごいんですよね。で、まあチッケム女王といえばやっぱりさくらちゃんじゃないでしょうか。うん、今回特にね、分量がそんなにね、多くはないので、まあやっぱチッケムで見ようかなって思いますよね。まあ分量あってもさくらちゃんのチッケムは見るんですけど、私大好きなんでね。はい、見たくなりますよね。まあいつもながらにパフォーマンスとか表情管理も素晴らしいんですけれども、私ね、今回思ったのは、もう足の筋肉もう素晴らしい、すごい鍛えてるっていうのが伝わってきましたね。まあ運動すごいやってるみたいですけど、ただ一個言いたい、なんでこのサムネやねんっていうね。もっといいシーンあったでしょうがって思うんですけど、なんだろう、あれかな、このタイミングの方がいいと思ったのかな、Mネットさんが。私もっといいタイミングあるんじゃないかなと思ったんですけど、まあでもチッケムはもうすごい再生回数いってますね。さくらちゃんのチッケムはもういつ見ても見応えありますから、もうプロ、ほんとプロですよね。で、なんとルセラフィムのチッケムの上位の常連といえば、まあさくらちゃん、カズハちゃんあたりだと思うんですけれども、なんとうんちちゃんが2位ということで、すごいですね。来ましたね。うんちちゃん、ミュージックバンクの司会やってるじゃないですか。瀬淵先輩が来て、めっちゃいじられてましたね。くだりが、すごい私的にツボだったんですけど、楽しそうでしたね。はい。もう可愛いんでしょうね。なんか、
ルセラフィムのメンバーだけじゃなくって、もうハイブのいろんな先輩たちから可愛がられてるんだなっていう感じがしますよね。でうんちちゃんって可愛らしい天真爛漫っていう感じじゃないですか。だけど声が結構かっこいい系っていうか低いですよね。私それがね結構好きなんですよ、うん、あのうんちちゃんの声いいですよね。はい。でこのチッケムの時って低いヒールだと思うんです。そんなヒールないと思うんですけど、スタイルがね本当にいいですね。でパフォーマンスももうどんどん上手くなってますし、もっと成長するでしょうね、うん、まあ、今でも十分上手いんですけど、もっともっと上手くなりそうな予感がしますよね。はい。ということで続いては M カウントダウンの方ですね。 M カウントダウンの再生回数ランキングがこちらになっております。なんとですね1位カズハちゃん、そして2位がさくらちゃん、3位がチェオンちゃん、4位がユンジンちゃん、5位がウンチェちゃんということですね。なんとですね1位と2位はものすごく拮抗していて僅差でございました。端数の方でですねカズハちゃんが1位となりましたが、もうさくらちゃんと争うっていうのがまずすごいですよね。さくらちゃんって実験部ずば抜けてるっていうのは、あの私たちお茶会 TV はいつもランキングやってるんで、もうよくよく存じ上げておりますが、そのさくらちゃんとね争うかずはちゃんってすごいですよね。で今回かずはちゃんは、まあ、主役だと思うんですよ、この楽曲の。うん、あユンジンちゃんとかずはちゃんが主役かなって思ってるんですけど、うん、やっぱりねアンフォーギブンのこうインパクトってやっぱかずはちゃんユンジンちゃん強いですよね。うん、でフィアレスの頃ってかずはちゃんまだちょっとぎこちなかったと思うんですよ。もう今すっかり K-POP アイドルですね。1年でこんなに変わるとはっていうぐらいハイブはすごいですね。そういうところまで見抜いてたんでしょうね。なんかもうすごいですねちょっと話それますけど、ニキとかも今すごいじゃないですか。ビジュアルがアイランダの時と別人のようになってますけど、それぐらいのことをねなんかこう見越して、まあもちろんダンスの実力もあるんですけど、ハイブは練習生をね選んでるんだろうなと思って、すごいですよね。何年も先が見えるんでしょうね、プロの方たちは。はい。でもカズハちゃんはあのダンスの実力はもちろんなんですけど、もうね表現力が今回全然変わりましたね、前とね。あのすっすごい堂々としてて、で表情もくるくる変わるし、いや素晴らしいパフォーマンスだなって思いました。で、あのまあスタイルいいのはね皆さんご存知だと思うんですが、もう本当に綺麗、チッケムが、はあ綺麗だなって思いながらずっと見てますね。あのラインっていうんですか、あの専門家じゃないんでねわかんないんですけど、ダンスのラインっていうのかな、本当に綺麗ですよね。飽きないですね、カズハちゃんのチッケムもね。続いてはスタジオチュムの方ですね。もうみんな大好きスタジオチュムでございますが、スタジオチュムの再生回数ランキングがこちらになっております。1位さくらちゃん、2位かずはちゃん、もう2強ですね。3位キムチェオンちゃん、そして4位がウンチェちゃん、そして5位がユンジンちゃんということですね。でね、あの私が注目したのはこのチェオンちゃんのこのサムネ、めっちゃ可愛くないですか？チョンちゃんっていつも可愛いんですけど、可愛いですよね。はい。で、あの、ラッパーのヨンジさんのあの、お酒飲む番組あるじゃないですか。あれネットの番組なのかな？もう最近いろんなこう人気者たちが出る、徹子の部屋みたいになってきてますけど、あの番組めっちゃ面白いじゃないですか。あれにチョンちゃん出たんですよね。はい。もうめっちゃ可愛いですね。酔っ払った姿ね、あれは。なんかリアコ製造機ってみんな言ってますけど、ほんとそうですね。男の人たちやばいんじゃないですか。女の人から見てもね、わー可愛いと思ったから、もうやばいですね、可愛さがね。で、あの、このチッケムの時って帽子をこう背中にね、背負ってるんですけど、全然わかんないです、帽子が。貼っつけてあるんですかね。それが気になっちゃって、微動だにしないんですよ、帽子が。はい。だからもう固定されてるんでしょうね。でね、あの、チェオンちゃんってもうほんとね、見れば見るほど素晴らしい実力じゃないですか。なんかね、ハイブが欲しかったの分かるわーって思いながら見てました、私は。ウリムですよね、元はね。いやー、絶対欲しかったでしょうね、このグループ作るにあたって。まあ、さくらちゃんももちろんそうなんですけど、こんだけね、歌とダンスのバランスがいい方ってなかなかいないと思うんですよ。ビジュアルも含め、可愛らしさもあるじゃないですか。本当にね、理想的な、こう、アイドルの姿だなって、チェオンちゃん見るといつも思いますね。まあ、パフォーマンサーも、チェオンちゃんって本当いつも安定感があって、こう、期待を裏切らないっていう感じのパフォーマンスですよね。続いては、ミュージックバンクの再生回数ランキングです。はい。1位、カズハちゃん。2位が、チェオンちゃん。3位が、サクラちゃん。4位が、ユンジンちゃん。5位が、ウンチェちゃんという、
ランキングになっております。はい。でね、前のチッキムランキングの時にも語ったんですけれども、ユンジンちゃんはねどうしてもボーカルのイメージが皆さん強いみたいで、はい、なかなかちょっとねチッキムがこう伸びにくいという現象があるんですけれども、まあでも確かにね、まあ、ボーカルっていうイメージ強いですよね。でもダンスもすごいじゃないですか。なんかイナバウアーみたいなものすごい反ってますけど、今回前も反りましたよね、アンチフラジャイルの時も。あんな反りながら歌う人ユンジンちゃんしかいないんじゃないですか、 K-POP 界にあそこ歌う時のポーズじゃないですよね、はい、あのポーズ撮ってもいいけど、そこで歌うんだって最初びっくりしませんでした。一番初見の時、え、歌うのってびっくりしましたけど、今回のアンフォーギブンはカズハちゃんと共にユンジンちゃんは主役だなと私は思ってます。お二人のインパクトがやっぱ強いですよね。だからこの曲のイメージにすごく合ってるんじゃないかなと思いますが、なんとなくルセラヒムってなんか3人のプロに2人の新人みたいな感覚で私見ちゃうんですよ。これ分かる方いらっしゃらないかな。本当はよく考えたら2人のプロに3人の新人なんですよ。ウンチェちゃん、カズハちゃん、ユンジンちゃんね。ユンジンちゃんも一応新人さんですから、まあ、お二人はねデビュー経験ありますから、なんですけど、なんでか分かんないけどユンジンちゃんもねプロの方に入れちゃうっていうこれね多分分かる方いらっしゃるんじゃないかな、なんとなくですけど、あそっか、ユンジンちゃんって初めてのデビューだったっていつも思い直すっていうね。なんだろうね、それくらいなんか貫禄があるんですよ、新人らしからぬね。それがこうユンジンちゃんの魅力じゃないかなと思うんですけどね。まあ練習生期間がね長かったとかそういうのもいろいろあるかもしれないんですが、堂々としてるじゃないですか。はい、そこが好きですね。でダンスはパワフルですし、あとね本当に、ね、足が長いこれはねチッキム見たらすごい思ったんですけど、やっぱ腰が高くて足が長いですよね。ただ背が高いだけじゃなくて、スタイル素晴らしいなと思いながら見ておりましたが、はい、もうねルセラちゃんたちのチッキムはとにかく全員見応えがありますね。皆さんもうたくさん見られたんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、まだっていう方はぜひぜひご覧いただけたらなと思います。でルセラちゃんたちはこれからもうねまだまだ音楽番組出演が続きますよね。はい、なので、まあ、チッキムもまたどんどん出てくると思うので、そちらの方も楽しみにしていたいと思います。そしてケイコンの方でね、はい、来日されるということで、そちらも楽しみですね。はい、これからもお茶会 TV ルセラヒム応援してまいりますので、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。